るとさばきダメなんですけど、受けるのもしっかりね、間をと距離も間もあるけど時間の間もね、今度私ですけどね、すぐに大きいんじゃなくて間を取る。それから今、相手が言ってやったんだけど、ちょっと合わせるよ。二つ目は、外に。これも、側に入る。それから、ね、次はギリギリに入るよね。優しく入る。上げるわけで止まるんですか。ね、やばい。これ、何の逆なんだよ。今度はね、崩すと多少技も見るといいですよ。で、組み合わせる。転換してきて、これ崩してる。これもさっきとこれと同じですよ。ね、これ合ってて、噛んでるわけじゃなくて、これでどう崩してるかっていうと、これで崩れない。なるほど。で、これで抜けば上がってくるわけ。これもこんなことしちゃったら相手の話でしょ。だから楽に。それじゃいかない。で、こちらね、これも大丈夫。できるだけ楽に使えば相手と近くなりますから、楽に近い。これもさっきと同じですよ。はい、じゃあちょっとね、拳と拳しちゃえばあと自由に好きな技やってみます。どうぞ。これが一番今投げやすいな、多分。ただ、クリスまで入れるのがあったんですよ。
大体のゲームさあげたらダメだぞうわっよしよしおおすごいあと1本これやっぱつけないでこの上がってくる力を利用するんだよさばきだけの戦いね。受けの方がしっかりね、間をと距離も間もあるけど、時間の間もね、今度私ですけど、ね、すぐにこう打つんじゃなくて、間をとる。それから今、体型は言ってやったんだけど、ね、ちょっと合わせるよ。二つ目は、どこになるか。これも非常に入る。それから、引き力を取った。かかるかな、よし。ね。よく使う。目、ね、合わせるでしょ。外でしょ、中でしょ、これをちょっと、それからね、できるだけギリギリで入るよね、こんなことしない、優しく入る。屈辱しちゃうと相手が外を取る。ね、上げるだけで止まるんだ。上げるだけで止まるんですよ。ね、やさしく。ライハンドやさハンド禁止です。はい、すごい。なるほど、分かりました。そうそう、はい、これ逆ハム、逆ハム、これ逆ハム、これはハム、
そうそう。今度はね、拳と多少話題も入れていいですか、ね、で、これで合わせる。転換してきて、これ拳を入れる。これもさっきとこれと同じですよ。ね、これ合ってて、噛んでるわけじゃなくて、これでどう拳してるかっていうと、ちょっと頑張ってて、これでくれないでしょ。ね、なるべく。で、これで抜けば上がってくるわけ。これもこんなことしちゃったら相手と離れちゃう。だから楽に、楽にソフトに入る。ここからいくでしょ。これも同じですよ。さっきやったのと同じ。それじゃいかない。ね、おお。手を内側。ね、これも同じ。でもこんなことではしない方がいいと思います。これだけです。できるだけ楽に使えば相手と近くなりますから、ね、こんなことしちゃうともう次は誰も楽に。このあったら次は出てこないんですよ。近いけど。これもさっきと同じですよ。ね、これと同じ。はい。じゃあちょっとね、拳と、拳しちゃえばあと自由に好きな技やってみてください。はい。どうぞ。よしです。よっしゃー、いいよ。いいよ、そろそろ。
一番今投げやすいな、多分。だから口まで入れるのがあってんの、十。はいよ。そこから下まで行くの？そこから下まで行くの？カラクの乳首入れるの？やべえ。これを今こうやったら効かないよ。さっき山内さんがやっぱここら辺からもうこれでもうできないから止まっちゃってから、これやっぱでこの合わせてくる力を利用するんだよ。ね、これもこれでそうです。だからこれが終わるじゃダメなんだね。大丈夫です。よし、大丈夫です。ありがとうございました。皆さんに合気道の素晴らしさが伝わればなというふうに思っております。この動画が良ければ、チャンネル登録高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。